ウクライナに隣接する旧ソ連の構成国、モルドバで3日、大統領選挙の決戦投票が行われ、新欧米派の現職、サンドゥ大統領がロシアとの関係を重視する元検事総長、ストヤノグロ氏を破り再選を果たしました。サンドゥ氏は結果を受けて勝利宣言し、すべての人のための大統領になると述べました。